ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日のバーホリエモンチャンネル、どんなお客様が来てくださるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。いらっしゃいませということで、はい、本日のお客様は小林カムイさんです。いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。あれですか、今年は国内のレースに。そうなんですよ、戻ってくるということで、はい、12年ぶりに国内に戻ってきて。てか国内で走ってたことあるんだ。ね、実は16歳の時です。16歳1年ですね。16歳。その前はカートをやってたの。カートをずっとやって。カートを初めてやったのはいつぐらいですか。9歳ですね。9歳。9歳で大阪のね。そうですね、そっちの尼崎出身で、実家はお寿司屋さんでしたっけ。そうなんですよ。お寿司屋さんでなんでカートやり始めたんですか。お寿司屋さんで全然車に関係ない、関係ない家庭だったんですけど、うん、あまりにもやることがなさすぎて、うん、こう僕が言ったら結構何でもやらせてくれたんですよ。たまたまそんな感じでやってた、うん、カートがハマった。ハマってで、ハマってるとやっぱカートとか行くとレースとか出るじゃないですか、うん、レースとか出だすと買っちゃったりすると親父が楽しくなっちゃって、うーん、あ、息子はちょっとなんかあれだね、そうこう夢を託す系だね。でそれでがっつりハマっていって、あ、親もハマっちゃったんだ。まあそうですね、やっぱ親がハマんないとなかなかやっぱできないですね。あー、カートはね。まあでもきっかけはもう単純に僕はカートに乗りたいって言って、うん、やらせてもらったんですけど。カートって金かかるんですかね。でもその当時はそこまで言うほどなん、まあ、普通に比べるとすごくかかるんですけど、うん、年間いくらぐらいかかって僕がやってた当時とかは本当に100万あればなんとかやろう、年間、100万でやろうと思った。年間100万って普通のでも習い事に比べるとかな、それが高いんですけど、それが今のカートまさかの年間1000万とかいるんです。本当になんでそんな金かかる。もう時代が変わって、うん、もう F1 みたいなまあ、ことなんですけど、うん、もし早く息子を早くしようと思ったらどこどこのチームにどういうパッケージで、うん、あるカートでどういうメカニックで入れないと勝てないみたいな、うん、そしたらそのメカニックは大体いや俺はこのシャーシを持ってこのエンジンでこのタイヤでメカニックは俺がして全部連れて行って、うん、設営とかも全部してで年間例えば1000万とか、うん、まあ安くても800万でなんとかやってあげれますよみたいな感じで受け付けるんですよ。じゃあ今やってる子たちはみんなそういう感じなんだ。結構多いですね。だってさ1000万とかっつったら相当だよね。無理ですよね。いや僕もだからその当時だったら無理でした本当に。で僕はたまたま全然そういうのもなくてもう自分でカート組み立ててで親父が素人ながらメカニックをして、うん、でずっとやったんですよ。アグリさんとカートで対決してるの、それいつぐらい。それね、11歳。それ結構昔の話なんだ。そうなんですよ。突然 TBS さんから連絡来て、うん、何も知らないですよそんな、うん、突然大晦日にこういう番組があるんですよみたいな感じで、うんうんうん、こう子供たちこうカートだけじゃなくて野球、うん、ピアノとかなんかそんな天才少年と子供たちを集めてなんかプロがなんか対決するみたいな、そう番組あったんですよ大晦日に、うん、でそれに出てまあ、カート の, そのレース自体は勝ったんですけど、うん、でもその勝ち方があまりにも自分なりに悔しくて、はい、泣いちゃったんですよ。恥ずかしさと両方で、アグリさんがなんか遊んでたみたいな。そう。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました小林カムイ選手は12年ぶりに国内レースに復帰が決定。国内レーススーパーフォーミュラ4月から開幕します。ぜひ皆さん一緒に小林カムイ選手を応援しましょう。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。それぞれの気持ちとたくさんの思い詰め込んだボール。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよマラソンだよ。